ゆうこです。今週はカポカポ子馬をお送りしました。先日息子たちをポニーに乗せました。少し緊張しながらも馬の背中に揺られ楽しそうでした。走る馬の姿は美しいですよね。私は出産の時、赤ちゃんの心音を聞いて、馬の駆ける足音のようだと思ったのを覚えています。駆ける馬のように美しく、颯爽と行きたいものです。それではまた来週。